皆さん、80歳 YouTuber、マダムミチコの魅力革命ライフ、今まで、7回、魅力学とは何かっていうことで8つの、システムっていうか法則っていうのを話してきたんですけれども、でも全ては健康あってのことですよね。健康こそ、私たちが生きていく上での土台になっております。じゃあね、今世界中でコロナが流行ってるの中でそういったことのことですね、を決めている健康っていう、なんていうんですかね、憲法みたいなのありますけれども、もう心身ともに、非常にね、強くてたくましくてってなってますけど、そうはいかないですよね。長い人生、長くなくても病気にもあうし事故にもあるし、健康っていうことは健やかさの肉体と健やかさな心ではあるかもしれませんけど、でも健やかじゃない体になったとしても、また心を痛めるようなことがあってもですね、健康ということを大事に考えるっていうことがとても大事です。で、これは一人だけで守っていかれることではありませんよね。多くの人の、協力とか力、協力ですよね、支援だとかを通じて健康っていうのはお互いに保っていかれるものだと思うんですね。で、それが今コロナのこういった状況の中でいかに日常的にね、行動できるっていうことが、健康だからですよね。もちろんストレスもあります、ね、腰が痛いとか足が痛いとか、いろいろありますけれども、日常の生活をできるっていうことがまず健康であるというふうに考え、そして病気になる可能性もあるね。だってパーツですからね、それぞれの部品がね、その部品が壊れないっていうのはね、なかなか一生に一度も壊れずに最後までこうなんていうんですかね、静かに去っていくなんていう形にはなかなか終わりません。だから私たちは苦しみます、悩みます、嘆きます。でもそういう中で、私は魅力学の中で、私だってね、全面的に、健康そのもので80歳になってもこれよっていうほどではありませんけれども、でもこうやってね、皆さんの前で立ってお話しするためにはそれ相応の努力をしております。もちろん運動もしておりますし、歩いてもおりますし、私は脊椎狭窄症の手術を73歳でしておりますので、本当にね、歩けないぐらいひどい脊椎狭窄症だったんですよね。でもそれもすぐですよ、手術のすぐリハビリを始めたおかげで、今ではね、まっすぐっていうか、こう前のめりになっちゃうんですね。前のめりになってるっていうと、脊椎狭窄症の場合楽なんです。だけどこのように後ろに反るってものすごく痛くて、足の一歩も出ないくらい痛くなっちゃったことがあったんですけど、それを、そうですね、手術するとね、後遺症が残るとかいろんなこと、脅かされてってわけじゃないんですけど、最終的には自分の決断ですよとね、言われて手術をしたのが73歳でございましたから、その時から、7年経って、5年目にはね、もう大丈夫っていうことで、元気だと言ってもですね、もちろん、冷えたりすれば足も腰も痛みます。だけど歩けないっていうことはないので、やっぱり手術をしてよかったなということで、万全の健康っていうことを望みながら、万全でない状況があったとしてもそれはあって当たり前ぐらいに考えて、あまり落ち込まずに、何が良くなかったのか、どうすればこの健康を維持できるのかって考えていくことが、私が魅力学8つの法則の中で分母と言ってます。後のね、美容だとか、お話し方、姿勢だとか、ね、いろんなその服装だとかってありますけれど、その分母になるのは健康じゃないかということで、魅力学8つの法則というふうに、著書もございますし、
いろいろ講演などもしておりますので、まあそれはおいおいにお伝えしていくと思いますが、とにかく皆さん今こそ健康は土台なんだよ。で、自分だけが例えばですよ、具合が悪くなっても決して自分だけじゃないね、いろんな人にそういうことがある。だからまあこういう YouTube とかですね、情報を正しく取って落ち込まないように、共に元気で頑張りましょう。ではまた。国際魅力学会マダム美智子の魅力革命ライフの時間を終わらせていただきます。ではまた。